リバプールのユルゲン・クロップ監督が FW サイオマネに握手を拒否された件についてだ。A、スカイスポーツが伝えている。今シーズンのリバプールはダゾーンで、いつでもどこでも間視聴。1ヶ月無料お試し実施中、リバプールは13日、プレミアリーグでマンチェスターユナイトと対戦。4-2で勝利を収めている。クロップ、ただしは、試合後、両チームの選手に挨拶をし、回った。しかし、マネに手を出した時に、ラブル発生。マネは指揮官の方を振り向きも、ず、首を横に振って去ってしまった。試合後に、の一件について問われたクロップ監督は、門はないと苦笑い。ディオゴ、ジョッタの起用、直前で決めたんだ。普段は説明するが、その時がなかった。それで多少怒っているのだろう。れだけだよと答えている。ただ、かつてリバプールなどを率いた同メディアの解説者であるレアムスーネス氏は、私は気に入らない。賞は、敬意を示すべきだ。監督に対してはもちろん、クラブに対しても失礼だ。ハグをしろと言えるのではない。握手をして、少なくとも敬意見せるべきだったと述べた。両。